1869年に、安防国、カ佐国、下宇佐国、日立国内の旧幕府領の管轄のために、明治政府によって設置された県。現在の千葉県南部、東部、茨城県南東部を管轄した。本校では、前身の安房カ佐サ地県事についても解説する。慶応4年4月、江戸城会場を不服とした旧幕府陸軍の一部が江戸を脱出した。こうした、 脱走兵は、暴走地域に入り込み、騒然とした状況となった。このうち、福田道直ら鉄兵隊は、マリアツを拠点として、徳川義軍府を称し、諸藩に出兵を流し、金銭、食料、兵器を挑発した。うるう4月、暴走地域の旧幕府軍は、市川、船橋戦争、五位戦争において、新政府軍に打ち破られた。ここまで、 暴走半島に所在する徳川不大の中小諸藩は新政府、旧幕府の双方に対して曖昧な態度をとっていたが、これらの戦闘での新政府軍勝利後、新政府への基準を鮮明にしていくことになる。以後も小規模な騒乱は続くが、新政府は暴走の平定を進め、おおむね9月には平穏に服したとされる。慶応4年7月2日。 上州軍官を務めていた久留米藩市芝山天が安房和幸地県寺に任命され、暴走に所在する旧幕府領及び旧旗本領の統治にあたることになった。芝山は和佐国市原軍や綿宿塾,塾に赴いたというが、発足当初の安房和幸地県寺の役所は東京の深川に置かれ、その後八幡に進駐したとする説もある。8月、 ハブ郡長南宿の上徳寺境内に移転。12月16日、カ佐に移転した旧浜松藩に事務引き継ぎを行い、山部郡大網宿和座西宮谷の宮谷団林本国寺の学寮を知見寺役所とした。短期間での移動など、安房カ佐知見権寺の業務は関東取締り出役と似ており、また、行政文書伝達も組合村大総代を通して行うなど、 旧幕府時代の行政と大きく変わることはなかった。知権時は民政や修正にあたるほか、館内の刑罰権などを保持しており、府県兵の管理も行った。1869年2月9日、暴走地権時の管轄地域は宮谷県と命名された。柴山天が知事に任命され、安房、和佐、下シ佐、日立四国内の旧幕府領、旗本領を管轄する。 本格的な行政組織となった。県庁は引き続き本国寺に置かれたが、県庁の規模が拡張され、本堂以外の諸道が接収された。日立国にまでまたがる県の管轄地域は広大であり、大網では位置が偏っていて不便であるとして、明治3年11月には桜藩飛び治療の沢原に県庁を移転できないか、政府に伺いを出しているが、許可を与えられなかった。 芝山は、県内部の構想である、宮谷騒動により1871年7月に、罷免され、辰野藩士の芝原はが、公認の知事に就任した。1871年11月、第一次府県統合に伴う木更津県、新張県の設置により廃止。芝原は、木更津県のご礼を引き続き務め、後に、千葉県の初代ご礼、初代県令となり、 現在の千葉県の基礎を築いた。合計37万千国。ここ5万1297個28万1077人。日立国以外の地域の詳細は、各軍の項目を参照。なお IQ が存在するため、損数の合計は一致しない。ありがとうございます。